次は、米国、17歳マリニンが、4回転半ジャンプ世界初成功、北京五輪で、羽生譲弦が初認定。フィギュアスケート、US インターナショナル14日、日本時間15日、米レイクプラシット男子フリー。4月の世界ジュニア選手権で優勝した、米国の17歳イリア・マリニンが、前人未到のクワットアクセル、4回転半ジャンプ、4A に、世界で初めて成功した。 フリー冒頭で挑戦。緩やかな助走から前向きに鋭く踏み切ると、しっかりと右足で着氷した。演技後は笑顔で得点を松間にガッツポーズ。公式記録のジャッジスコアには基礎点12.50の名記に続き、ジャンプ成功を意味する GOE 出来栄え点プラスの1.00点が加点された。日本が明治時代の1882年。 シングルアクセル1回転半初成功から140年。歴史の扉が開いた。前日のショートプログラム SP は6位。4回転ルッツで点灯するなど71.84点と不本意な発信だったが巻き返しを狙うフリーで世界を驚かせた。2月の北京オリンピック五輪でも冬季大会2連覇王者の羽生譲る27がフリーで挑んだ。 回転不足で転倒したものの国際スケート連盟 ISU 公認大会では初の認定を受けていた。マリニンは歴史を塗り替えた。初の成功。ISU 公認のチャレンジャーシリーズで 4A の GOE プラスを刻んだ。今期の競技会自身初戦で決めた4回転ジャンプ全6種類の中で唯一成功者がいなかった大技がついに現実のものとなった。 演技が終わると笑顔を見せ、大歓声を浴びた。得点を待つ間も観客席に向かってガッツポーズ。フリー185.44点の合計257.28点で逆転優勝も飾った。4A のほか次に基礎点が高い4回転ルッツ日本チャレンジや最後の3回転ルッツトリプルアクセル、三回転半の連続ジャンプ成功など異次元の高難度構成で沸かせた。 新時代の象徴だ。インスタグラムのアカウントをクワッチゼロ D4 回転の神とするほどジャンプに自信を持っており、これまでも練習で4回転半に着氷した動画をたびたびアップしていた。今年7月に初来日した際のアイスショー、ドリームオンアイスでは練習中に4回転半を何度も降りており、その後の滞在中も連発、日本のスケート関係者を騒然とさせていた。 両親は共に二度の五輪出場歴があるロシア生まれのウズベキスタン選手。母、タチアナ・マリニナさん49は四大陸選手権やグランプリ GP ファイナルで優勝。父、ロマン・スコルニアコフさん46は長野五輪19位や NHK 杯4位などの成績を残した。二人の下に、ベバージニア州で誕生したマリニンは幼少期から両親の英才教育を受け、 今年1月の全米選手権で2位。後に北京五輪で金メダルを獲得するネイサン・チェンの次につけたが、同五輪の米国代表にはシニアの実績不足から選ばれなかった。26年、ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ五輪へ新たなスタートとなった昨季の世界選手権で SP100 点超え。 世界ジュニア選手権では合計276.11点のジュニア世界最高記録を樹立した。シニア転校後の今季初戦でいきなり 4A 成功の異業を遂げた。ついに4回転アクセル成功で海外衝撃17歳マリニンに綺麗な 4A。口が塞がらない。リアマリニンが4回転アクセルを着氷。 フィギュアスケートの17歳イリアマリニン、米国が14日、日本時間15日、米レイクプラシットで行われた US インターナショナルの男子フリーで世界で初めて4回転アクセルの着氷に成功した。米記者は歴史的快挙の動画を公開。米ファンから綺麗な4名、難なくこなしていると驚きの声が上がった。ついに着氷する選手が登場した。 マリニンは冒頭に大技挑戦。前向きに踏み切り、高さのあるジャンプを披露した。しっかり片足で折り、両手を広げてバランスをとった。ツイッターに動画を公開したのは、米名物記者のジャッキー・ウォン氏。文面にイリア・マリニンが史上初の4回転アクセル成功と綴ると、海外ファンにも素晴らしい。ただただ驚き。この少年は歴史を作った。難なくこなしている。 綺麗な4例。空いた口が塞がらない。私の顎が床まで落ちたと衝撃を与えた。4回転アクセルは五輪連覇王者の羽生譲弦が2月の北京五輪で挑戦。回転不足で転倒したものの国際スケート連盟 ISU 公認大会ではジャンプとして初の認定を受けていた。マリニンのフリーは185.44点、合計257.28点。 ショートプログラム SP は6位だったが、逆転優勝を飾った。1月の全米選手権で2位に入り、一躍注目を浴びた。国際舞台の実績が少ないこともあり、北京五輪代表の座は惜しくも逃したものの、インスタグラムでは、ユーザーネームクワッチ 0D4 回転の神に恥じない練習映像を公開。4回転ジャンプを次々と着氷する姿が大きな話題となっていた。 4月の世界ジュニア選手権で優勝しているマリニンが4回転半ジャンプ成功米国の17歳フィギュア男子フィギュアスケート男子のイリアマリニン米国が14日日本時間15日米レイクプラシットで行われた国際スケート連盟 ISU 公認の国際大会でクワッドアクセル4回転半ジャンプを世界で初めて成功させた マリニンはフリー冒頭のジャンプで4回転半を着氷し、出来栄え評価で1点の加点を引き出した。17歳のマリニンは昨季の全米選手権でジュニアながら2位に食い込むと4月の世界ジュニア選手権で優勝した。これまでもネット交流サービス SNS で4回転半を練習で着氷する動画が流れるなど注目されていた。 大会はショートプログラム SP6 位だったマリニンがフリー185.44点合計257.28点で逆転優勝した。倉沢とし